皆さん、今回は実写版リトルマーメイドの件だよ。またか、また何かあったんか。リトルマーメイドの件は、サブチャンネルでも散々触れてるけど、アリエルが黒人さんになってディズニーのアニメ版のイメージとかけ離れてることで色々と悪い意味で話題になってるんだ。いわゆるポリコレ問題やな。公開日が近づく中で、色々とまた発表があったんだ。アリエルの姉妹のビジュアルが公開された。ああ、そういえば、6人くらいお姉さんがいましたね。それがこちら。え、似ても似つかない姉妹が誕生したよ。この7人って、ほんまに血が繋がっとるんか？アニメ版では、髪の色こそ、違えど顔は似てたし、見た目で、ああ姉妹なんだなーってわかるデザインなんだけど、さすがに、実写版のキャストは、顔が似てる似てないとか、髪の色が違うとか、もはやそういう問題じゃない。人種が違いすぎる。一応、設定では、父トリトン王、母アテナ女王で6人の姉に囲まれて暮らしてるアリエルって設定で、腹違いの姉妹とかじゃないはずなんだけどね。いや、これ絶対アテナ女王が不倫しとるか、トリオン王が、他の奥さんと子供作っとるか、どっちかやない。実写版の設定ではもしかしたら、そうなってる可能性もなくはない。むしろ、そういう設定がないと意味不明やな。アリエルは、実写で黒人になったってのは、賛否両論やイメージの違いとか、いろいろあるけど、まだ受け入れることはできなくもないけど、この姉妹が出てきて、もう訳がわからなくなった。どんな設定になっとるんやって話やもんな。まあこれもポリコレなんだろうね。白人のアメリカ人だけでなく、いろいろな人種を出さなければならない。そうじゃないと正しい作品ではないみたいな。6億語譲ってそうしたいのはわかりますけど、姉妹って、設定で人種が違いすぎるのはどうなんや。まあ、彼女たちは人間ではなく人魚だし、父親と母親の肌の色とか、人間における人種による見た目の違いとかが、人魚は必ずしも受け継がれないのかもしれないけどさ。もう、そう解釈するしかあらへんな。個人的には、そういうポリコレ問題よりも、このキービジュアルの異様に安っぽい見た目は何なんだろうってことの方が気になるんだけどね。海外のパロディ AV みたいなイメージやも、安っぽいわ。ただ、個人的にはそれよりも気になる部分が出てきちゃったんだ。え、これ以上に。なんというかポリコレ云々じゃなく、なんでそうなったみたいな見た目のキャラが出てきた。誰や？リトルマーメイドにはアリエルのお目付け役だったり、相棒や友達の海の仲間がいるんだ。お、セバスチャンやな、あれ。そういえば実写ではどうなっとるん？こちらがセバスチャンです。カニ、紛れもないカニ。ある意味リアルではあるんだけどね。いや、確かにカニやけど、カニすぎるやろ。カニの描写にポリコレ云々は関係ないし、肌の色とか、そういう問題じゃないビジュアルの衝撃の方が凄まじかったんだ。あかん。ちょっと夢に出そうなカニや。セバスチャンは、まだいいんだ。カニがリアルなカニとして描写されてるだけだから、まだ理解できる。アニメ版はどっちかというと、ロブスターみたいな見た目なんだけどね。カニというよりエビやったな。問題はフランダーとスキップルなんだよね。一体何が起きたん？まず、こちらをご覧ください。いや誰や。フランダーだよ。フランダーってこんな感じでしたっけ？アニメ版では、黄色と青の色合いの魚、ロイヤルエンジェルフィッシュとして描かれてるんだけど、実写では、なぜかブルーフィッシュにされちゃった。なんで？わからない。魚界隈にもポリコレ云々があるのかもしれない。あかん。ちょっと意味不明すぎてめまいしてきたわ。そしてスカットル。スカットル？スカットルは、アニメ版ではオスのカモメだったんだけど、実写版では、なぜか、メスのキタカツオドリにされた。あかん。種類どころか性別まで変わっとる。ほんと意味不明なんだよね。今までは、アリエルの人種変更がいろいろと話題だったけど、それ以上の問題をぶち込んできたんだ。一体、何が、したいんやリトルマーメイド。なんか、ここまで来ると、逆に怖いもの見たさで見たくなってくるよね。ちょっと気になってる自分がいます。ちなみに、公開は、2023年6月9日、一体、どんな内容になってることやら。ほなまた次回。